童顔に色白の肌、ビキニからこぼれそうなグラマラスなボディで、男性から絶大な人気を誇る高橋翔子さん。かつてグラビア四天王として名を馳せた、現役のセクシー女優です。彼女の生い立ちから地元アイドル時代、そして現在に至るまでのトピックをご紹介します。高橋翔子さんは1993年、愛知県名古屋市に生まれました。同級生に、お笑い芸人パーパーのアイナプーさんがいます。小中学校が同じだったと互いに公言していますが、学校名は明らかにされていません。一部の情報では、小学校は一宮市内の公立小学校、中学校は一宮市木曽川中学校という説が有力とされています。中学校時代は、ソフトテニス部に所属していました。当時の高橋さんは、非常に奥手でおとなしい女の子だったそうです。高橋さん本人もインタビューなどで、男の子と話をしたこともなかったと当時を振り返っています。中学校時代も控えめで目立たない生徒だったようですが、体の発育は早かったようです。特に中学2年生あたりから胸が急成長し、3年生にして E カップというグラマラスボディを誇りました。男子生徒の視線を集めていたようですが、当時の高橋さんにとって大きなバストは大変なコンプレックスだったそうです。人に体を見られることにかなりの抵抗を感じ、胸が揺れないよう、晒しを巻いて生活していたと言います。恋愛の方では、16歳の時に2歳年上の先輩と初体験を済ませたということです。しかしながらいわゆる彼氏彼女の関係ではなく、互いに好きだっただけとのことで、特定の交際相手はいなかったようです。そんな高橋さんですが、小さい頃から芸能人に憧れていて、将来は芸能人になりたいという夢がありました。夢を叶える第一歩として、地元名古屋に拠点を置くアイドル SKE48 の第2期生オーディションに挑戦します。SKE48 のオーディションは不合格でしたが、高橋さんは諦めず、その後もアイドルカフェ、アイカフェと、メイドカフェダイニング、モエリーでアルバイトをしながらオーディションを受け続けます。そして2012年7月、アイドルユニットモエリースターの一員として、ライブデビューを果たします。さらにほどなくして、ローカルアイドルグループカモフラージュのメンバーとしてデビューすることとなりました。これは名古屋内のコンセプトカフェで働く女の子たちで構成されたご当地アイドルで、高橋さんも選抜メンバーとして加わったのです。そして2013年6月、ついに高橋さんはグラビアモデルとしてデビューします。この時の名義は高橋翔子ではなく高崎聖子でした。全国版のスポーツ新聞やグラビア雑誌など、徐々に活動の場を広げながら知名度を上げ、トップグラドルへの階段を順調に上っているように思われました。地道な活動が実を結び2015年9月、高橋さんは日テレジェニック2015のメンバーに選出されます。これは1998年に日本テレビが始めた企業 PR のためのイメージガールプロジェクトです。グラドルの登竜門として知られ有名グラビアモデルを多数輩出しています。ここで高橋さんは見事ジェニックに選出され、6人組ユニットでデビューすることとなりました。しかし高橋さんはこの直後に日テレジェニックを辞退し、翌2016年1月末に所属事務所を退所してしまいました。高橋さんは2013年度にも日テレジェニックにチャレンジし、惜敗しています。2015年度の受賞は悲願でもあったはずなのに、一体何があったのでしょうか。日テレジェニックを辞退する原因になったのは、選出直後にネットで流れた援助交際疑惑です。高橋さんが何者かと愛人契約を結び、枕営業をしているという情報が、動画や音声とともに流出したのです。流出したのは10万円渡す。先月の分もらえますか?など、生々しい金銭授受の会話が連なった LINE 画面や、男性と喫茶店からホテルへ向かう際の会話が入った動画で、そこに映っているのが高橋さんではないかという疑惑がかけられたのです。当初高橋さんはこれらを捏造されたものだとして事実無根を主張していましたが、一方で一部、私自身であることは確認できますと、映像に出てくる女性が自分であることを認めました。騒動の影響は大きく、
清純派で通っていた高橋さんだけに、イメージダウンは免れられませんでした。そしてこの直後、高橋さんは栄えある日テレジェニックでのデビューを目前にして辞退したのです。所属事務所も退所し、この時は誰もが事実上の引退だと思ったに違いありません。しかし数ヶ月後、高橋さんはセクシー女優に転身し、新たなキャリアをスタートさせました。デビュー作はグラビア四天王高賞、無敵デビュー、高橋翔子で、そこから彼女の快進撃が始まったのです。2016年に出演したテレビ番組で、高橋さんはセクシー女優への転身を決めたのは、もともとそういう行為が好きだったからで、セクシー女優としてカメラの前に立つことには全然抵抗がなかったと包み隠さず語っています。またセクシー女優に転身して収入が3桁になったこと、グラドル時代の収入が14万円だったことも明かしています。グラドルとしてトップクラスの人気を誇った高橋さんの月収がたった14万円とは、彼女が置かれた境遇がいかに厳しいものだったかが伺われます。番組の中で高橋さんは、あまりに給料が少なくて生活に困り友人に相談したところ、いい人がいると、パパになってくれる男性を紹介されたと話しています。名言は避けたものの、どうやらこれが日テレジェニック自体に繋がった援助交際疑惑の一件と推察できます。しかしそんなスキャンダルも、今の彼女にとってはもう過去のものなのでしょう。セクシー女優としてデビューした高橋さんは、まさしく飛ぶ鳥を落とす勢いで活躍します。デビュー作がアダルトビデオの祭典、AV オープン2016でいきなり7冠に輝き、その後も数々の賞を受賞。直近では、2021年4月の朝日芸能2021現役 AV 女優セクシー総選挙で1位に輝いています。グラドル四天王としてグラドルのトップに君臨した高橋さんですが、デビュー後たった数年で、セクシー女優としてもトップに立ったのです。グラビアアイドル時代に問題を起こしてしまいセクシー女優に転身した高橋翔子さんですが、以前と比べて収入が上がり生活が一変。現在ではセクシー女優の仕事を心から楽しんでいる様子です。これからの活動にも注目ですね。